で、スパチャ言いますけど、ロシアの制裁と米国の好景気で FR 引き締め政策により、今円安ですが、総裁は低金利を示し、今後の加速も予測されます。よくスタネーションの解決でばらまきの需要側のケインズ政策が示されます。スタグフレーションとかな、牽制が進められますが、一体極右側の対策として何が望ましいのか、法人税減税と規制撤廃ぐらいしかないのでしょうか。ただ差がついた他国との生産力に追いつくのか、ガファ以上を生み出すヒントが日本から存在するためにあと日々悩み続けてます、どうか日本経済を救うための支えのヒントだけでもいただけたら幸いです。まずその同じようなことを考えている人っていうのが日本中にいっぱいいると思うんですけど、まあ、そもそも今円安で結構きついですよねっていうのが一般の人にも伝わってると思うんですけど、でただインフレさせた方がいいよね、で 2% ぐらいインフレした方がいいよねっていうのもあって、その日銀の黒田総裁とかは 2% のインフレっていうのを目指してますと。でその長期金利が上がるのがまずいよねっていうのがあるので、長期金利が上がりそうになると、まあ、その日銀がバンバン円その国債を買いますっていう状態になって、まあ、円がどんどん世の中に出回って、で円安になってるから、じゃあ円安になるんだったら外国の株とか外国のドルとかの為替買った方がいいよねっていうのになって、でそれが加速してっていう状態になってるんですけど、でそのよくそのなんか本当に経済をちゃんとやってない人たちがなんか円をすりまくればいいじゃんとか、こんなことすればいいじゃんとかって言ってたりするんですけど、基本的には金融政策で日本が良くなるのはもうないと思います。